高木です。というわけで今回やっていきたいのが弥生軒ってご飯食べ放題ない、定食って頼むやんか。じゃあイコールもご飯何杯でも食べていいねんけど、今回ちょっと長居しようかなと思って、弥生軒2時間居座って、そして何キロ太ることができるのかやっていきましょう。新企画やね。結構ね、長居することあるから、うん、それぐらいでも意外と増えると思うねんな。だからガッていう短距離タイプっていうか、どっちかっていうと長距離タイプなんよ。ちょ、じわじわ食って、果たして2時間どれぐらい、まあ、太るかというか、胃の中に詰めれるかやね。うん。はい、では早速、お店まで行ってみましょう。滝焼きショー。あれ？なんか最後俺じゃなかったよな。絶対違うかった。お前そっちがな。とりあえずはい、弥生軒着きました。雨も降ってるんで入ろっか。行こう。さあこちら。え、ああびっくりした。今日何日？今日は僕アップねー。明日なんかテイクアウトの販売しかしないの。怖すぎる。え、何にしようかな。え、なんかメニュー表変わった。どうなったっけ。変わったな。確かに。とりあえず一番ご飯食べれそうなやつ。あ、今期間限定商品がガツンとニンニクやみつき豚キャベ定食っていう、バケモンみたいなパワーワードやん。プライベートで個人的に食いたいのは絶対に銀鮭と島ホッケ。めちゃくちゃうまそう。え、すっげえ。しかもこれ唐揚げ付きとかある。うわぁ、ちょっと購入しますわ。で、白米でおかわり自由ね。はい。弥生軒史上最強のニンニク定食です。すごい、あの若いなんか可愛らしい店員さんが持ってきてるけどさ、近づくにつれて臭かったもん。すごい失礼やけどさ。マジでやばかった。店員さんがじゃないよ、これがやねんけど。あ、来はったなーって思って、近づくにつれてすっごい臭かったからさ。うわって思ったもんな。それではいただきます。うわー、がっつりニンニクとな。こいつをさらに、俺はコチュジャンを装備魔法でこのガッツリニンニクに装着するぜ。報酬レベルは2000アップだぜ。じゃあいただきます。ニンニクがえげつない。くっさ。いい意味でな。いい意味で臭いよ。いい意味。うん。うわ、最高。これだけで何杯食えるやろな。2時間やろ。結構時間あるで。いや、まあ長い。喫茶店でもそんなおれへんぞ。うん。ちなみにトッピングで1品とろろもらってきちゃった。白飛びして何も分かれへんねん。でもさ、最近さ、Tinder とかをするのがもう当たり前みたいな世の中になってる。まあ偏見はなくなったよな。あるよ。あるんや。うん、めちゃくちゃある。今の前置きのやったいや、だから なんやろな。そういうのがやっぱコロナ禍とかで当たり前みたいになっていってる世の中なんやろなと思って、うん、俺、動画のネタのために入れてみたい、もう一回。おぉ、入れたらいいやん。本人です、みたいなさ。逆にみんなの距離ゼロキロでありたいみたいな。プロフィールの人の絶対マッチじゃん。お母さんこの前なんて出会い系だよ、絶対出会いじゃん。古っ。言い方悪いねんな。言い方よくしようや。考えへん。なんか悪しき風習、うん、その入れ墨みたいなもんじゃない。あ、今でこそ別に普通やん。普通でもさ、まだやっぱこう銭湯とか入られんとかあるやんか。なんやろな、出会い系に変わる言葉。デコボコの場みたいな。デコボコフレンズとかどう？デコボコフレンズでいいんじゃん。キャッチコピー。うん。前まであれやったのにな、炊飯ジャーやったのにな。そう機械になってるの。いくよ。中盛りで。
入れ方雑やな。なんかこいつここの部分あれやな、だからロボットパルタみたいな顔してんだこいつ。それでは2杯目いただきます。ちょっとなんか飽きてきたな。オリジナルスパイスを使って唐揚げ食べよう。唐揚げうまっ。ちょ今さ、うん、あの味変求めてたんや、飽きてて、うん、で裏技やねんけど、うん、ケチャップとマヨネーズも言ったらもらえるよ。うん、そう言う。じゃあそれもらおうか。 ありがとうございます。次はマジでもらえるよ。最高の味変。確かにこれで唐揚げ飲んできるよ。飯してろ。うまそうすぎて、おかずを一口で食っちゃった。ご飯とご飯忘れてる。うまっ。めっちゃ唐揚げの、え、どうなの、これで料理悪いんかな。人になっちゃう。でも昔からなんか家でやってたからさ、うん、まあいいよな、シャワー綺麗になるし。その感覚ない。確かにめっちゃ綺麗になるよね。なんかさ、小さい頃とかさ、これやってシャワーの米粒とかすごい綺麗にした後にさ、ごちそうさまするのちょっと誇らしなかった。ちょっと綺麗にしといたからみたいな。え、家事なかった。めっちゃわかる。なんだろうな、子供の時の家事したらなんかすごいなんか誇らしげな感じ。わかるよ。まあでもそのね、掃除とか洗濯とかの話じゃないけど、まあ親孝行はしてる方とは思うよね、うん、まあ動画とかでもそうだし、まあ定期的にご飯とかせいでったりとかもしてるし。まあ確かに。あと逆にさ、うん、なんか親不孝なこととかってしたことある。あー、そうやな、そっちの気になるもんな、視聴者側としたらさ、うん、あ、でもこれ何回も動画で言ってるけど、これがやっぱ一番そうやったかもな。何？親の携帯をパクって、親の携帯でメールしてた。あー激ヤバ。アホやん。だから中学生のね、そのチームなかったのかな俺と思って、いずれバレることやんっていう、うん、それを使って携帯買ったとか言ってさ。ヤバすぎやろ。携帯買ってくれんかったから、父気味母気味くれちゃったよ。あのごちそうさま。で逆にさ、話また戻るけどさ、何？いや、まあいいよ、俺は反抗期ってすごいあったと思う。うん、お前反抗期あんまなかったやん。マジでないよ。え、なかったん？いや、ほんまにない。じゃあ、泣いながらにちょっと親を悲しましたな、怒らしたなみたいなことなんかあげてや。なんかある？まあ、シンプルやな。使えんな。お前もやることやっとるな。使えるので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 使えるのか。使えるのやったら空手サボってやめちゃったことやから。おお、覚えてる覚えてる。覚えてるじゃん。うん。懐かしい。え、あれ何歳の時？小学生？小1小2とかやな。え、この話動かしたことないってまだ。一回したような気がする。なんかした気がする。弟がずっと空手に通ってて、で、なんか強くなれへんなと。で、誰かやったかな、で空手行ってる時間に別の場所におったみたいな目撃情報があって。意味不明やもんな。そう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 、意味不明やもんな。で、それを思い出したわ。自分とかやったんじゃん、問い詰めた。あ、そうやな。で、お前空手行ってるって言った瞬間に泣き出してこいつ。なあ、めっちゃ懐かしいわ。で、蓋開けてみたらもう半年ぐらい前に辞めてて、空手の時間の間もうずっと学校の前におったみたいな。で、一番びっくりしたのが、空手の先生ってさ、肉体もそうだけどさ、なんか精神力を鍛える礼に始まり礼に終わるみたいなとこあるやんか、オスみたいなさ。で、半年間先生はどうしてたんやみたいな感じになって聞いたら、やめますって言ったら、おうっつって、で最後に月謝渡したら、その月謝パッと取ってサンキューって言ってやめたらしいな。いや、あの時は何も思ってないけど、今思ってやばいな。いや、もうめっちゃ重いな、ってファンだったむしろ。その先生の。うん、3杯目終了。ここまでは別によくある普通の食事をちょっと頑張っただけじゃない。まあ、せやな。ちょっととりあえず1人前なくなっちゃったんで、次の定食頼みます。お、あ、ポテトってなんか熱々とかってできるんですか。できない。熱々ですよね、だって言わんでも。あ、大丈夫です、ごめんなさい。お前嘘つくなよ。
恥ずかしかったよ。いやなんか急に始まったからみんな分からんと思うけど、こいつが今なんかポテトを熱々にする技あるらしいでって言ったから、言ってみてって言って今言ってんやん。なんやあの空気。地獄地獄みたいな空気やったで。嘘です、皆さんは言わないように。ポテトは熱々できます。立つわ。じゃあちょっと次の商品来るまで待ちましょうか。はい。さあ続いて銀鮭と塩ホッケ定食、そして納豆頼みました。ぶっちゃけ肌は大丈夫？いや今待ってる間にも膨れたで。あーしまほっけうまそう。うん、うまっ。あ、まだ全然違うな。マジ？うん、魚じゃ。うん、みんな広島弁みたいになった。魚じゃ。あ、すいません、これ食べてもらっていいですか？あ、アツアツポテトありがとうございます。ありがとうございます。どうしたの？一瞬なんか1秒ぐらい地獄の空気になって。アツアポテトですもんね皆さん。うまっ。あ、パン食うちうまい。ポテトが。ほら膨れた。女性の方が一人でやられる件に、どういう層が来るんだろうな。あ、でも一人の人多いな、やっぱ。弥生県って全国にあんだったっけ？どうだったっけな。ちょっとみんなもしあれやったらコメントに一人何々一番どこどこ行きますっていうコメントくれたらマジで嬉しい。いやー、一人何々、俺一番一人何々どこ行くやろうな。一人ウーバーかな。いや、それただの家で飯や。なんか俺意外と一人が好きやけど一人が嫌いみたいな、あれやな、大学生のポエムみたいなこと言ってもたな。一人が好きな一人は、あの、1、2、人ね。で、一人の方は孤独の方な。一人が好きで一人が嫌いみたいな。いや、ほんまそうなんだよ。だって俺なんか何日以上友達とおったらもう一人になりたかも。そうなんだ。なるなる。あ、連泊無理じゃん。あ、旅行とかやったらまあギリ行けるか。友達5日間泊まりに行きますとかって言われたら泣きそうになるよな。一人でアパ行くかもしれん。もういいよ、いいね。うん、え、気持ち分かる人おる？あー、きつ。これ2時間食ってたらどん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 きつになってくるわ。2時間って結構時間に猶予あるなと思ったけど、あ、これタコからです。意外とな、食えんくなる。あ、あれやろ、あれ。何？ちょっと、上についてしな。行くぞ、お前ら。お出しサービス。もう弥生県っていうのはこれでしょ。うん。無料出しサービスってのがあるの。お茶漬けになるんや、これがまた。このだしうまっ。え、これ自販機にあったら猛暑でも買うで。部活終わりで買ってたで多分これ。じゃーみたいな。いや、焼きのだしだみたいな。っていうぐらいうまい。猛暑でも部活終わりでももう500一気できます。500ミリ。あれ、これお腹いっぱいになるかもしれへん。水気を。さあ7杯目、多分もうこれきついと思います。なんかね、機械に一口っていうのがあって一口だけ入れてきた。いや、もうこれで無理やわ。よう食うた方やで。すごい。いや、一口もきついかもしれない。ちょっとお前一口もらってくれ。一口の一口もらって。いいよ、やるけど一口出ますよ。そうやね、一口結構でかいね。これがほんまの一口やん。うん、ここはもう、うん、うん、時間ももうほぼ2時間。うん、うまい。終わった。ここの表、6杯プラス1節って書いとくか。というわけで改めてごちそうさまです。立ち上がりますか。お疲れ。行こうか。
弱な心濡らし